さあ愛知県民結構やらかしてますね。動画の方はツイッチの方をご覧ください。そうですね、幹事が今知恵を下したのがあ違うですね。で現在幹事に痛手中です。さて試合を見たら大変なことになっている。マリンカリンがついてフルコンをもらう、つまりゲージはない、下段をもらう。まあこれはおとなしく死んどく場面でしょう。仕方がない。よくやったな。次もラウンド3、勝利を確実に近いはずで、直下全部しっかりしているが半角ミス。にみえにえにえ、マリンカリン、マリンカリンが寄ってくる。やだやだ、ガムーチも置いてある。エレンシアが見くらい。ピードラ置き攻め中心、下段もらう。ここは触っていって、ニビーから世の中へヤニモカオが無残である。さあケーネコミッツル冷たく下す。3立てで決勝戦進出。さあじゃあ B 兄弟の方遠目なんですけど一応見ていきましょうかね。スイッチの方もやってますんであれですけど。さあ今はお互いさあみのりみずるが一本取っていく形。エレン西に触ってエリアル持っていく、投げが通る。ニビーからビーバスター、投げが通る。これがあるから感じ怖い。ジャンビー、ニビー、ニシやんのか。これ固め継続、投げる。さあ大物感じ乗っかってるぞ。流れがあるのか。ランスリー触っていく、下段通らないが、ボアがすり抜けて足払い、ドロア逃げていきたいところがドロア刺さり、触っていく、直がれかわしていくが最大コンからドロア投げ抜、投げは当たらないが、ジャンピー足払いしっかり確認してる。逆切れ、さあもちろんミツル側寄せたくないので触っていきたいが、この辺のコマンドバッチリバースト、ワンチャンスを取りに行きたい。おぼろ感じどうする、触っていく、位置入れ替え、ニビからビードロはまだしてない。喧嘩殺法は取らなくて最後はブフライン。あジャガさん、ジャガさん配信代余ってるからこっちでやろう。まだ次決勝戦なんで、あ、みのり、まあ3位決定戦やってる時間ないし、あそうっすねまあそれでもいい。いや、あさあせっかくなんで配信台見ていってください。夢と現実、精神と物質の狭間にある場所どれ、ま、さあ対象、対象あなたのカードをご提示ください。さあ対象、対象ですね。あ、大丈夫ですよ、配信台はここ映ってるんで問題ないですジャガバーサスミノリ、ブリリアント受けたまわりました。さあアークレボ覇者バーサス試合数全1、この牙城をぶち壊せるか。全1じゃないの、アキヒコ。まあそうか、 EXP ポイント全1か。まあ何にせよカズは一番やってる男、CPU 戦に入れた彼の数だけなら誰にも負けない。ガッ、もちろん相手はアークレバ覇者、触っていく C から AAA かぶって裏 A で暴れてる、 A キルフックフック A で差し返してきっちりしている。この辺りブフーラもう一回
空投げ、すかして、立ち入り固め、裏回り、さあ何もさせないか、ここはこれがあるから真田昭彦、これはコマンドバチだったんだがミスってた、ミスだったが、左辺の選択マジでうまい、殺していく今のはうまい。さあラウンド2、とりあえずジャック上ビって、さあジャガーどうする、この硬い壁どうにかして乗り越えたい、フックキルで触る、もう一回キル当たるがちょっとミスった、エーレンからちょっと立ち位まで決め打ちしちゃったせいでもったいない、2秒ずらしていく、回ってチャンエン当たり、コンボミスから触っていく、やり直し、補正切りは裏からのセーレンズ触る、補正切りちょっとコンボ選択怪しいぞ、じゃあ SB 国から SB 切るから潰していく、あ実況ののはある程度大丈夫です、喋れますんでね、これなんだかんだで、さあランスイ始めていこう、じゃあ3日ぶる、に足払いからフォーク画面端投げは抜ける、逆切れ、さあカイザルが邪魔してるんでいくらでもある展開、補正切れ裏、さあミノリ3つ目ピンチが画面端、コマンダはバッチリ、もちろんここからどうする、投げミスで決まった、もしかしても危ないんじゃないか、これはもしかして、はい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 、コーク、あーミスで、これはどうする、投げ抜ける、エレン当たって、やっちまったータイムもったいない、うわーやっちゃったー、明彦お前が追い求める強さの高め、その片鱗もっと簡単なコンボでよかったやんけ誰もが逆切れを出し切った時点でえって思ったはずうん、逆切れ初段あれでよかったんじゃなかったのか、まあでもこれを持ってたのはメンテンチョチームということでした、勝ち上がりおめでとうございますまああれ覇者プレッシャーのやつなんでね、じゃあ決勝戦呼び出しいたします、どこだっけ、名前見ないと分かんない、じゃあ決勝戦、主人公がキャラをかぶさられるはずの間のチームいらっしゃいますね、はい、男女ゴリラの食べ歩き振動中いらっしゃいますね、これはこちらでお願いします、あとジャガさんたちとかオレコンさんたちに聞きたいんですけど、酸欠ってやりたいっす、まあ B 筐体側でやることになると思うんですけどね、それともみんなで決勝戦見るかどっちがいい、いや、あの酸欠やってる時間はあんまないので、あっち、あの B 筐体で一緒に同時進行なんですけど、じゃあ見ます、じゃあ決勝戦みんなで見るって形になるっぽいですよ、はい、なしだし、そうですね、みんなサインの運動会方式そうだな、負けたやつらはみんな3位だ散ってったあいつのためにも、さあじゃあ決勝戦残ったのは、東北関東関西連合軍と、あ違う、東北じゃない、東北関西の連合軍と
関東勢さあ愛知県民はベルクシアリーナですけどみんな散ってしまった。悲しいね。まあこれを次回の教訓にして愛知県民頑張りましょう。まだまだ終わってるとこじゃないですよ。あ、影響隊ちなみに準備できたらもう進めていいですよ。こっちの話を言うと巻きでお願いしますなるだけ早めで。業務連絡、肉まんさんいらっしゃいますか。肉まんさん、肉まんさんいないね。影響体いいですか。申告受け付けます。こっちでいいよねマイク用確か、じゃあ先方も決まったところで、座って始めてください。さあ、決勝戦だけまた別枠でやってます。さあ、じゃあスタートボタンを押して始めてください。愛知県ベルクシアリーナ決勝戦盛り上がっていきましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある。さあ、泣いても笑っても決勝戦、東北関西連合 VS 関東。ブリリアント、あなたのお姿とその分身ペルソナ。先に出てくるは鉄地とケイネコ、ミツル VS チェ。受けたまわりに。さあ、お互い精神集中して実力伯仲、どうなるこの試合。さあ決勝戦、先鋒戦、チェーバーサスミツル。開幕触っていくのはまずはずらして投げが通るのはケネコ。ドロー刺さる学校遅れは逆切り読み、しっかり最大大きい攻め重視、中段投資。もう一回逆切りももちろん空中で叩く。さあ一気に鉄地へ、ピンチになるが投げ暴れ持っているぞ今日のこの男。かぶせ写真逆で、どうしてビビっているが中段は通らない。さあケルコミツル、今日かなりガードが硬い。ラウンド2、ググってググってか、先に今回触っていくのは鉄地、足払いから置き攻め重視、下段がガードしている。本当に強化の課題、そしてマリンカリンがつける。これは間違いなくピンチ。このままゲーム終わるか。受け玉ガード投げはジャンシーで透かしてしっかり最大中段か下段か出なかったけど、ダッシュボックスか通してしっかりと最大ですね。ノーテン D 国ゴタンのがゲージが150あるミツル。
投げ通し、このまま殺したい。最後はスライド投げ。さあ鉄地一本取り返す。ランスイ走って2でくぐって 2D で固め、中段はガード。本当に今日ガードが硬い。もう一回固め直す。下段もガード、本当に崩れない。かしっこいって、裏回りが、ここは崩れちゃって、置き攻め重視、画面端、中段ガードさせてからの下段、なかなか厳しくて、もう一回同じこと崩しから。さあファジーがバレてきたか、ここは食らっちゃって、バーストは読まれてて死ぬのか。ドラゴンバーストゴッドハンドじゃなくてチャージゴッド。さあコンボ選択もバッチリ、勝ったのはテッチ。先鋒戦取っていくのはまずは関東、劇的逆転勝利。ペルソナ4、ようこそベルベットルームへ。ここはさあ精神と物質の狭間、準主人公が座ったと言われる、まずはお名前を伺って、つまりこれから出てくるのは鳴上優様、あなたの愛知県じゃなくて、間違えた、全国トップ PSR 光り輝く918の文字、あなたのさあどうしたらこんな不祥事になるんだっていう話ですね。それでは5分、あっちはアジア代表、こっちはスーパー番長。さあラウンドは始まっていく。まずは触っていくのは鉄地、投げ通り、入り重ね、上り中段、ここでまず見せていく、立ちが確認からの上り中段から触っていく、上り中段 F 式ミスで1回目モップかけ、2択、裏はガード、これもガード、2ミリ叩き落とす。さあ覚醒調整バッから逆に、ここでなんとかしたい鳴上優、中段ガードしっかりしているが、ジャン立ち見の暗い判定殴られ、ガーキャン当然ワンワン空中くらいしちゃってちょっと安いが、コンボ選択がバッチリ、はいはい、イザナギ重ね、派生は出さない、最速のバーストしないのマシンでたかなっていう感じなので、仕方なくバーストゲーズ触って、注文時とりあえず微妙に死なない、チャージ一触れの隙に刺さる、そっとして、さあ一本取っていくのは鳴上優様、ラウンド2始まって、差し差し返し、ここは見ている、耳から潰し下段が当たり、ビシシ重ね、足払いからのジャンニエ、2択ジャンニエ繋がってないような気がするけど、まあだって SBC スタッツ、こっ1入れ替え、 2D 貪欲に固めて上り中段ミスって、ジャンニエ持ってるこの男、2-2ボコジメ、さあ亀橋超覚醒調整を逆切りでぶち抜いていく、ここの度胸も見習わないといけない、ビアバレ途中で落としてガーキャン通す、ジャンビービビーからマグネスラ割り込み、ジャンニエで触っていって投げ、当然フルコン、バーストのタイミングが悪い、これは死んじゃうでしょう、バンバンからのゴッド。さて父へ一本取り返していく、さあ会場はちょっと冷めてきてるまあでもね、こういうゲームだからねこのゲーム盛り上がろうとすると覚醒からの逆転とかそういうのが必須、基本的には寒いのがチェ、寒いぞブリザードか、ブリザードか、このキャラコモハナバッチリからの落として
おろい降りてきて鳴神が触る中段2回目下段当然もう1回覚醒調整からのカウンターで食らう A で暴れてる。これはもしかしてなくてもダメなんじゃないのか。アグレッサーに圧。さあ押しちゃった系のバーストも鉄知恵が潰していって煮立て劇的逆転勝利。すごい試合でした。さあスーパー番長がここでやられる。最後に残るはハイチペルソナ4。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ？さあ知恵たち、あるのは先方大将戦。うほう。さあ会場ではゴリラが湧いております。結局動物園仕方がない。それでは5分。さあ女を捨てた肉食獣がいっぱい湧いている。さあサトラカリーナ火薬ラウンド1。まずは2エース差し返したが固めに D 国これは抜けてハイチエがコンボと決めるかと思ったが特にない。下段差し返すからのもう一回下段ガードしてちょっと待ってから2位 D 国フェイタルで当たっちゃうとこれ結構まずいんですよね。彼の重ね 2D 固めます。さあハイチュウが乗っている。ここはバースト。さあ触っていく逆切れ取り返す中段表ガードボコスカダッツこの辺のガードも辛くてここは D 国倒して一本取っていくのはハイチ。若いプレーを見せていく。さあ第2ラウンドお互いに慎重に触っていきたいが先に触るのはハイチ。いや違う入れ替えて鉄球から投げていく。バット銀歯が漏れる。暴れまくりから空中で引きずり下ろしてもう一回逃げていくがここはしっかりと非カウンター最大コンボまだしてない。さあ逆切れこれは死ぬ。さあ鉄知恵優勝にリーチ。いやあの若いっていう煽りがねあったんすよ。さあ鉄知恵触っていくのがじゃあスタッチやって若いプレーが出ていく。フォーカスかさあハイチピンチどうする裏これは覚醒入っちゃったんでコートまで打つ。さあ残り体力わずかどうするハイチ2ビン固め直し中段崩れ金マストワンチャンスあるか。さああるぞボコスカ投資中段当たる端っこまで運んでボコスかあるか暗い逃げ触っていってガキャンアグネスラガーガー最後は見てから逆切れ。勝ったのは天天長チーム。すごい試合でした。どんなもんよ去年の私とは違う。優勝は壇上ゴリラの食べ歩き珍道中チームです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、136人の頂点に立ったあのチームは今回は関東勢でした。さあどうしようかね。じゃあまあとりあえずどうしようかな。コメントもらいに行こうか。あ、優勝チームの皆さん、優勝チームの皆さんよろしいですか。せっかくなのでコメントをいただきたいと思います。あ、
前開けてもらっていいですか。前開けてカメラあっちなんで、あっちに向けてコメントをよろしければお願いします。はい、エレス、ですね、秋葉原にね、カレースタンドプラックっていうカレー屋があって、それのあのカレー今日ちょっと持ってきてるんで、それで今さっき決勝前に食べてたんで、そしたらなんかチームメイトにまでその強さが伝染しちゃいました。カレーを食べたら格が強くなりますので、皆さんぜひ秋葉原にお越しの際はカレースタンドプラックよろしくお願いします。なんか流れに乗っちゃってやっぱ勝っちゃったんですけど、この流れが自分の強さと思うんで、まあまた挑戦者挑むなんでよろしくお願いします。まあ自分覇者なんで。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。僕何も段取り聞いてないんですけど、なんか商品とかあんの？じゃあ優勝商品とあるとあるらしいので少々お待ちください。このすいません全く関係ないんですけども、僕もすいません全く関係ないんですけども、あと10日ぐらいで日本から結構なプレイヤーがエボに来ますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。かなり強い人たちが行くので、まあ、皆さん、そうですね、日本勢のプレーを代表できたらいいと思います。さあ、じゃあどうするの？優勝商品の授与ですと。さあ出てくるは P4U のフィギュア。どれか一つ優勝か、チーしかねえじゃん。さあ置いとけばいいと思います。まあ今ゲーセンのプライズでもね、 P4U のフィギュア出てるんで、皆さん多分アバにもあると思いますんで、お金に余裕のある人とかは取っていくといいと思います。イエーイ。でさらに、同じ人形がある漢字以外で、さらに人形もついてくるみたいです。映ってない、こういう可愛い人形が今回のやつにあります。そのままお受け取りください。おめでとうございます。2位にもある、と思ったら、そうですね、ペルソナくじの残りですね。2位の方々、これをもらった悔しさをバネに。いきなりハゲになってるよ、デコスケだよ。じゃあ、最後にじゃあ大会主催者であるジャガさんに一言もらって大会終わりにしようと思います。ちょっとね、短くいきますね。136名、北は北海道、南は、西は福岡の方から遠路はるばる皆様ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。またよろしくお願いします。じゃあ一旦これ撤収で、ここ撤収なの？ここ撤収なのかな、もう移動せんとまずいよな。飲み会参加者の人っていらっしゃいましたよね、確か。あと肉まん、あいつがいないと一旦にも始まらねえだろう。ちょっとね、車の方に荷物持って行ってるんでね。来た、まあ、肉まんの車の鍵、車の鍵は使ってない。メガホがいる、肉まんの車の鍵、いや知らないで。とりあえず場所だけわかる、持ってる。うん、まあそっちの方へ行きましょうか。というわけで、大会の方は一旦終了させていただきます。ありがとうございました。